皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ5やっていくよ。よし、お宝を探し出せ。ここか、ここなんか怪しいぞ。おなんかこの通路だけ雰囲気異様だな。通れないんじゃ仕方ない。他は当たるぞ。ちか、待てお前、これちょっとお前どういくんだこいつら。どういう風に動くんじゃこいつらは。どこ？ちょっと今俺集中してるんだから、うちまで。暴いてやる。どんなに楽しい地？先制攻撃チャンスだ！おう。ちょっと待て。ウィークポイントアシスト。敵の相性を調べる必要があるな。なるほど、分かった。この状況は、まああいつも妖精っぽいからな。ペルソナチェンジ。ドクロチックに行ってくれ。こいつはでもダウンしねえな。我が決意の証を見よ。こんなに手を挙げるとかさ。これダウンしねえじゃねえか。ホールドアップできねえよ。敵の相性を調べる必要があるな。調べたんだけど違うのか。まあそしたら銃を構える。でも死んじゃうねこれ多分ね。よけんなよ。これダウン状態じゃないのか。わからないな。いろいろな技を使ってみないと。分かった。死ねお前。敵を撃破。さすが。よっしゃ。次。よーし、勝利だな。よし。隠れろ。あいつはどこまで行くんだ。あいつはああいうか、こっちだ、こっちだ。隠れろ。このメタルギアソリッドを今やってる俺をなめるなよ。スネークだぜ。早く来るんだ。こっちに来て、あっち向いた時が貴様の最後だ。正体を見せろ。はけ。先制攻撃チャンスだ。行け。おう。弱点がわからないな。こいつもわかんねえのか。色々な技を使ってみないと。わかった。スラッシュだ。うまい。死んじゃった。ご苦労様。ご苦労様でござる。よし、手応えねえな。まずは動きをよく見て。
でこっち来るのか。暴いてやる。何者だ。こちらの先生だ。こいつ弱点が狙えるな。おう、これか。そこか。敵ダウン。浄化すごいじゃないか。ホールドアップ。話をしろ。力をくれ。許してやるよ。なら話をするかね。力をやるかどうかはそれからだ。俺ちょっと女を待たせてんだよ。わかるだろう。女のとこ行かせてくれねえかい。お前なんかいつもひねくれたこと言ってんな。どんな女だ。その女が気になるのか。さてはお前女で不自由してるんだな。しんどく前にどっか旅行にでも行きたかったな。何、兄ちゃんならさ、どんな旅行がしてみたいわけ。お前はもう死んでもいい。総攻撃場。これ以上待てん。ボッコボコじゃ。阿弥陀仏。さて余裕だぜ。よし、宝箱はどこじゃ。あ、ここか。シルバーダガー。オッケー、装備変更しよう。メニュー装備。ピカピカアタックナイフをシルバーダガー。攻撃力が58になるのか。オッケー、はい、よし。で、こっちか。どんどん行くぜ。で、なんか豪華そうな扉があるけど、二つとも一緒だ。おい、これ。このモヤモヤとした扉、あれだろ。なんだっけ？セーフルームな。モヤモヤとしてっか。城の奥深くは我が輩も知らない場所が多い。中で作戦会議と行こうぜ。行く必要あんのか。おっと、さっきんとこだ。お前危ないぞ。てか何なのこのアプリ。お前も持ってんのか。坂本の言ってた言葉言っただけでこんな。おい、姫なんか前よりシャドウ多くね。ここまで来るだけで一苦労じゃねえか。お前らが鴨志田挑発したせいだからな。にしても鴨志田のやつずいぶん警戒してるな。お宝盗むって何やりゃいいんだよ。慌てんな。まずは潜入ルートの確保だ。潜入ルート。お宝のありかまでのルートだよ。けどやり遂げるには正直もうちょい戦力が欲しいな。せめてあともう一人。お前記憶ねえっつう割にはそういうことだけは覚えてんだな。こいつ本当に記憶喪失だと思うか。俺は信じる。あっちのバカとは違うな。バカっつうな。大げさなこと言ってただの野良猫ってオチじゃねえの。そんなはず。しかし姫はどうしてあんなところに。姫、侵入者の反応を追ってたはずなんだが。何でもいい、
早く姫を鴨志田様のもとへ。姫ってなんだ。調べといた方がいいぜ。これ質問から逃げやがった。城とかナビも謎だけどよ、ぶっちゃけモルガナが一番謎だよな。モナだろ。そうだ、終わり。俺なんだっけ。スカルだ。やべえぞ。早っ。アンドロがお前らの知り合いのシャドウに連れてかれてる。何？アンコロ持ちが？はあ？いや、さっき追い返したろ。アンドロがナビを持ってたらありえねえ話じゃないぜ。まさか俺ん時みてえにいつの間にか。くそ、せっかく逃がしてやったのにてめえから来たのかよ。くそ、休んでる場合じゃねえな。急いで助けに行くぞ。困った子だ。俺様じきじきにお仕置きが必要だ。よし、我が輩が案内する。ついてこい。頼む。よし、行こうぜ。さっきの食堂っぽい部屋の先だ。急ぐぞ。ついてこいって言ったんじゃねえのか。お前行けや早く。食堂っぽい部屋の先ってこっちか。こっち、その前になんだ。何がある。ジョーカー。わかった。ちょっと気になっただけだ。あ、隠れろ。あ、お前扉に引っかかってるろ。お前どうなってんのこれ。あいつがあっちを向いたら即座に追いかけるんだ。行け。おい、責任者って言ってる。知らねえよお前。暴いてやる。何者だ。勘弁してやがれよ。よし、こちらの先生だ。まあこれ、まあそうね、 SP がどんどん減ってっちゃうからどうしようか。まあお前は近接攻撃じゃ。外した。なにー。どうか失敗しろ。光れ我が半身。風意を締めてドロー。あ、ウィークか。オッケー、よし、ペルソナだ。よし、ホールドアップ。話を聞く。力をくれ。秘宝ならお話ししてみる方。フィーリングが合うなら考える方。もしかして君、おいら取材とかしたんじゃない方？ちなみにちゃんとアポイントメントは取ってあんのか、方？何？アホだと？取材じゃない。ややこしい話とかだったらおいらは対応しかねる、アホ。もしかしてオイラのことアホみたいな喋り方と思ってる、アホ。実はオイラにも素のキャラがある方。なんだと思う方。なにー。どう言えばいいのこれ。見当つかない。そのままでいい。お、なんか喜んでる。これで合ってたのか。実はそうなんだ方、引き出し少なくて困ってる方。オイラと君似てる気がする方。秘宝？破宝？なんか話してたら思い出した方。オッケー。オイラはここのシャドウじゃない方。オイラ人間の心の海の住人だ方。
おいらジャックランタンだアホ、おいらは君はアホ、おいらはアホだほ。何？そいつのことは初めてだな、ジョーカー。まあな、あいつは炎を操りそうじゃ。よし、次はどこじゃ。次の犠牲者はあいつじゃ。待て、あいつじゃ。あいつ左行ってこっち来たよな。間抜けずらしてこっち来たよな。来ないよね、来ないんだよ。あいつがこっち来たのが、あいつがこっち来たからにはじゃ俺が行くしかないってことだ。暴いてやる。何者だ。おっと、こいつは、こいつはアクマチックだから、あれだよ、ペルソナチェンジ。ジャックランタンじゃない、お前だ、ピクシー。そのまんまだ。ジオ。何、お前それ有効なのか。カルはこれ。ジオだ。あー、ウィークじゃねえの。にゃおい、あいつ吸い取ってるぞ。大丈夫じゃねえよ。アイテムですか。傷薬。これだね。いえ、くそやろ。なに、大丈夫じゃねえよ、お前。早くやってくれや。銃構えて。ウィーク。オッケー、ホールドアップ。ここはあいつ欲しいけど、ピカ危ねえから一気にぶっ殺した方がいいか。まあ欲しいけど、今安全策取ってぶっ殺しとけ。ちょっと死なねえの。どうしよう、また銃構えて。オッケー、ウィーク。よし、あいつは銃だな。待ってくれ、何でも出すって言ってる。あ、じゃあはい、力くお前弱すぎ、釣り合わなくね。浄化玉やるから帰れよ。わかった、これで満足だろう。使うときは俺のことを思い出せよな。言っとくけど、鴨志田様はこんなもんじゃねえからな。逃げてった。何逃げてっちゃった。まあよい。よし、レベルアップした。さて、よし、これでアイテム、傷薬ピカ。傷薬とかもうちょっとねえのか。どこ行った？あれ？どこ行った？あいつ。あれ？ここにいたのに。どこ行ったんだ、もう一匹。待て、ちょっと、オートリカバーしよう。よし。何されてんだお前。こっちだ。わかった。
状況分かってねえよあいつ。横に勝手にスパッと。いいか。あまり良くねえけどな。待ってくれてなんだ。うん、そうだな。わかんねえ。あ、箱に一匹いるぞ。さっき消えてたのになんでいるんだ。レベル上げたい。マジか、近い。よし、あっち向け。正体を見せろ。よし、やってやる。やれ。あんまり効かねえな。我が決意の証を見よ。あいつはでも火に弱そうだね。風は効かねえだろこれ。お前はいい。パチンコだよ。なにオッケー。ホールドアップ。マジごめんって。もうどうすりゃいいの。力くれ。すっげー。つうかさ、さっきすげー痛かったんだけど、傷とか残ったらどうすんだよ。ごめん。許してあげる。どう？どう？てかさ、さっきから思ってんだけど、ああ自分で言っちゃうのも間抜けだけど、これってナンパなんでしょ？なんか段取りおかしくね？正しいやり方は？え？マジ？確かに何が正しいんだろうね。なんかあんたちょっとあたしっぽいってか、話してたら思い出したしよ。オッケー。よし、あたしここのシャドウじゃないよ。人間の心の海にいたんだって。マジ、あたしマンドレイクだよ。てかあたしはあんたなんだし、何言ってかわかんないし、仲良くしてね。オッケー。そいつのゲットは初めてだな、ジョーカー。まあな。スキルゲット。おお、突撃覚えたぜ、キャプテンキッド。よし。よし。これで、まあ他の敵もね倒したいな。他敵いるか。はい、分かった。行けないんだね。行かなきゃいけないんだな。いいか。よし、行くぞ。なんなのこれ、マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田、誰そいつ。てかここ何？なんで学校がこんなになってんの？こんなの俺の案と間違うとはな。怯えてるのか。まあ案もあれだね。高巻案も自分なりに作り上げてたんだね。自分にふさわしい高巻案をね。その格好、正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。
生きのいい奴隷だ。シャレになってないっての、ふざけんな鴨志田。俺様二件してるぞ、どう思う？口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジなの？ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ、高牧。これからお楽しみって時に。こいつ何なの？てめえ何回来るんだよ。どうせお前もそこの族どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即殺す。くそ。お前らも見ていけよ、解体しよう。まずは服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高巻。これさ、天罰かな、司法の。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。司法、ごめん。また言いなりか、アン。に言われるがままなんてどうかしてた。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく出番が遅すぎる。お前が立ち向かわないで誰が恨みを晴らしてくれるの。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時、何時が我。やっと契約結べるね。超えるよカルメン。わかった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほど燃やすような女じゃないから。こいつ、司法から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。
もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよ、カルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよカルメン、思いっきりやっちゃおう。君ちょっと強そうだけど、相手が大丈夫でござるか。スキル兄、敵一体に火属性で小ダメージを与える。まれに敵を炎上させる。やれウィーク、ホールドアップ。離してもらうわよ、力をくれ。どうやったって俺たちや敵同士、撃てよ撃て撃て。そいつはダメだ、話にならないぞ。え、そうなの、話にならんの。なに総攻撃じゃ。ガレにやって、これで終わりだ。いや強っ。炎か、あいつ炎効くんだよな。ならばじゃペルソナチェンジじゃ。あ、こいつも兄ある。オッケー、お前だ。3ターンの間敵一体の防御力が低下する。ウィーク兄ケイ、敵ダウン。ジョーカーすごいじゃないか。総攻撃とどめ。まあ銃を構えろ。撃てい撃てい、撃ち尽くすのじゃ。よし、お前は普通に装備、普通に攻撃じゃ。なに、ちょ待て、やめて。よし、ペルソナ行け。ちょっと待て、間違えた。やれ。この世に鴨志田様の思い通りにならぬ女がやっとは。あんなの学校の外じゃさ、普通に痛いおっさんだから。決まったぜ。我が輩にふさわしいスキルだ。マジかよ。待て。お前、なんで入ってきた。つうかどうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫か、アンドノ。アンドノっていうか、これ何、生き物。ねえ、ここどこなのよ。落ち着け、大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。あれ、私なんでこんな格好してんの、いつの間に。いやだ、何この。似合ってる。はあ、何言ってんの、意味わかんない。こいつは参ったな。すぐに追ってかくる、のんきに説明してる時間はない。
仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。ったく、しょうがねえな。ほら、肩貸せ。お前そっち頼む。どっちがいい？両方頼む。炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ買い直してこい。ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。モルガナだっけ。私、猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あ、ごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直、まだ信じらんない。それに、あの力、ペルソナ。アンドノの反逆の意志だ。それがあれば、あの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら、鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白。そんなこと、本当にできるの？被害に遭ってる党のバレー部員もだんまり、教師も親も見て見ぬふり。俺らみてえのが騒いだって、握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら、私にもやらせて。志保のこと、償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせて、のうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか？連れてけって意味か？足手まといみたいに言わないで。見たでしょ？私だって戦える。おい、どうするよ。心強い。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。たく、しょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、成功法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。聞こえてるなら答えて。何をだ。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなる契りを得たり。契りはすなわち、囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。バトンタッチ、ワンモア発生時に、
主人公およびバトンタッチを覚えている同士で行動のチェンジができる。まあ2回攻撃とかできるようになっちゃうのか。よし、行くときは声をかけてねって。そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。ピカピカです。じゃあよろしくね、モルガナも。こちらこそだ、アンドノ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いでおまけに美人なんて子なんだ。我が輩すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てかこれからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな、人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな、我が輩こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ、光栄に思え。任せた、うち絶対無理だから。まもなく電車が参る。んじゃ、アジトも決まったし明日な。いや、おやっさん発狂するだろ。我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。ああ、屋上に住むのか、あいつモナ。おい、営業中だ、上に行ってろ。パンクな服装の女性。ん？おい、何してんだ、お客さんだぞ。すいません先生、こいつが。ああ、気にしてない、目障りだ、上行ってろ。あんた先生なのか。おい、お客さんにちょっかい出すんじゃねえ、目障りだ、上行ってろ。二度言わせるな。はい、ただいま。ただいま、営業中だ、後にしろ。帰る、ごちそうさま。毎度。またどうぞ。さて、今日はこれで終わりだな。うん、うん、今の客か。近所に診療所があっただろう、そこの医者なんだがな、適当な診察して聞いたこともねえ薬を出すって噂だ。俺が吹いて回ってるわけじゃねえぞ、近所の連中がそう言ってるんだ。たく関わり合いねえならそっとしておいてやればいいのによ。なあ、まだつかないのか。うん、さて帰るか。帰って飯の支度しねえとな。やっぱりここに住むのか。おい、ここどこだよ、廃屋。おい、お前、にゃにゃうるさいと思ったらなんで拾ってきたんだ。捨てられた。それは気の毒だな。うちは飲食店だぞ、動物はねえだろう。けど世話する生き物がいりゃおとなしくしてるかもしれないか。しょうがねえな。
ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か？お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。といっても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で泣きやがるから。お前皿洗っとけよ。はい、ありがとう。ところで名前とか決めたのか？モナでござる。モルガナ？名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。そのようだ。まあ、鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前ら、いつか聞いたよな、我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。正体は本当に人間なのか？そうに決まってる。猫がなんでこんな喋れんだよ。説明つかないだろ。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らしてきっと自分を取り戻す方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩、知的で器用だから潜入道具を知ってるんだぜ。潜入道具だと？おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。仕方ない。それはオッケーってことでいいな。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出、特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。それがモルガナか。答えて。猫です。我は汝、汝は我。汝、ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我、魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。潜入道具のレシピ。潜入道具作成を行うことができるようになり、初期レシピが解放される。よし。潜入道具のことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。
あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よし、今日から我が輩、お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ、期待は裏切らないでくれよ。それと外出の時は同行してやるぜ。何、こいつもサービスだ。でも猫の姿じゃ移動は何かと不便か。仕方ない、不本意だが、そのカバンで我慢してやろう。今日はありがとう。助けてもらったのにお礼してなかった。別にいい。よくない。とにかく俺だけ伝えたかった。じゃあまた明日なあ。お前らそれでメッセージを送り合ってんだろ。我が輩も混ぜたり混ざりたいから、お前代わりにポチポチ言ってくれな、それにしてもここは人が住む場所か。何、はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回この続きやっていきましょう。またにゃん。